あなた、昨晩寮に戻らなかったわね。昨日の当番は君だったの？ええ、今日もね。あなたたちがこそこそ何かを計画しているのは分かっているのよ。けど生徒の心得に反する行為はしないことね。出なければ風紀当番としてこのことを先生に報告させてもらうわ。わかりました。準備はいい？はい。みんな、頑張れ。頑張れ。頑張れ。本日は聖パブロフ財団委員会で最年少の代表者エディ・ゼットおよび我々と深い交流を持つゼノミータリーアカデミーの校長クラウド・スミス先生、そして前期の優秀な卒業生たちに、この1年に一度のパレードセレモニーへとお越しいただいた。パレードセレモニーは我が校の教えを代表する伝統的な活動だ。毎年最も優秀な生徒が選抜され、3ヶ月の集中訓練の末に晴れて我が校の儀仗隊員となることができる。それではこれよりパレード最初の儀式、校歌斉唱を執り行う。平和とともに。サイレントポーション噴射用意。
共に。命令するの。よろしくね。手袋はたったの3000光が見せんかよ。あなたを信じます。血の池のダンスパーティーよ。 I know the moon and this is an alien city。 大海原の枯れ果てた私一人を残して。命令するな。見える。まだ見ぬ世界。はっきりと見える。このペン先に。運命から逃れられないわ。Each moment, now night.あなたを信じます。やり方は分かってるわよ。 So long lives this and this gives power to thee. レイニョセレーノインセンセイリンピーナ。命令するの。優しくね。報いを受ける時が来たわ。無料サンプル、無料サンプルよ。ビバラフラン、ビバラマチューダ。滑ってしまって。最前線学校の件についてはすでに調査を終えました。ベンデッタのチラシに影響され、ベルティという名の女の子が約20名の学生と共にパレードセレモニーにて
効果に詩を当てはめて発表したそうです。校長のリチャードと安全管理責任者の口頭による阻止は失敗に終わり、特攻警備員とビターサイレント、催涙弾の使用を余儀なくされたとか。混乱の最中、催涙弾が誤ってベルティの太ももに命中し、彼女は昏睡状態に陥りました。校内医療施設での治療により今は順調に回復しています。本日中には校舎に戻れるでしょう。とんだヘマね。それはどちらのことを言っているのですか？あの生徒たちの要求は？外の世界を知りたいと。特にストームについて。そのベルティという子は私たちが知っているあのベルティかしら？ストームが訪れた時、門の外に手を伸ばしてカエルを捕まえたというあのベルティ？そうです。覚えているわ。報告によればあの子は手に雨水がついたそうね。けれど何の反応もなかったとか。それどころか炎症も肉が腐ることも変形することも。普通なら起こりうるであろう症状が何一つ出なかったそうね。あの子はとても特別よ。彼女の母親を思い出すわ。私は残念ながらあの子の母親には会ったことがありません。学院全体を特殊観察体制に。これからは財団委員会が全面的に受け持つとリチャードに伝えてちょうだい。何をなさるおつもりですか？この一手は私たちの劣勢よ。彼らはあまりにことを荒立てすぎたわ。あれじゃ直接子供たちを対立する立場に押し出したようなものよ。疑心の種はもう子供たちの心に植え付けられてしまった。今回の波風による影響はかなり深い。ベンデッタがすぐにでも動き出すでしょう。私の役目はベルティを成長させること。私が最も好きなやり方でね。オリティアウは身に危険を感じると自ら攻撃してくるわ。この時私たちがすべきなのはなるべく体を突っ伏して彼らを落ち着かせること。これ必要でしょ？どういたしまして。怪我はもう平気なの？2日も昏睡状態だったって聞いたわ。まあまあかな。もうそんなに痛くないよ。催涙弾が燃え上がった時に比べたらね。あの歌とても素晴らしかったわ。君にそう言ってもらえるなんて嬉しいよ。けどもう二度と歌うことはないよ。私以外の生徒はきっとまだ監禁部屋にいるんだよね。ええ、あそこは環境がとても悪いって聞いたわ。何か食べ物を持ち込もうとしたんだけど先生に断られてしまって。けど来週には監禁が解かれるそうよ。私のノートみんなに貸していいからね。ありがとう。
あれが役に立つといいんだけど。こんにちは。本を返しに来ました。はい。反省するのはいいことよ。校長先生も悪気があったわけじゃないわ。あなたも理屈は理解しているようね。はい、ありがとうございます。それでは私はこれで。良い一日を。イサベル、これらを元の位置に返してちょうだい。
い、すぐ行きます。みんなにとても大事な相談があるの。学院の周りを含んだここ全域の地図を手に入れたの。けど、もう公共の場で集まるわけにはいかないわ。私たちは目立つからね。ジョージオークも警戒エリアに割り当てられている。だから新しい集合場所が必要なの。できれば今夜にでも。下に防空トンネルが作られたの。あそこなら誰の目にもつくことないよ。女子寮の地下2階から行けるの。あの鉄の門は少し押せばすぐに開くけど、割と遠いし、医務室の地下を通らなきゃいけないの。オッケー、女子寮だな。安心しな、こんなの楽勝だぜ。ちょうど僕も大事な話があるんだ。今夜7時に会おう。他の子には僕から知らせておくよ。安心して。必要になる。僕たちは最初から覚悟を決めてきたんだ。この前のパレードでようやく気づいたんだ。校長先生たちは私たちのことが怖いの。私たちが少しでも外界に触れるのが、制圧できない人形に成長するのが怖いの。もうこんな風に生きていくなんて嫌。ベルティ、今回私たちを呼んだのもこのことで。監禁部屋で吐くほど飢えていた時、あの時私は祈ったの。いつの日か。これを見て。これは学院の全体図よ。もちろんこれにはパノラママップから周辺の街並みの地図まで含まれてる。図書館で防空校庭改造時の地図を見つけ、地下トンネルの部分を全体図に付け足したの。それで気づいたんだけど、地下トンネルは西北部と東南部の監視塔につながっている。そしてこの2つの塔の1階には学院の正門を除いた郊外につながる唯一の出口があるの。
なかなかいい方法だな。分かってると思うが、さすがに数々の監視塔の目の前を堂々と通って門にたどり着くのは不可能だからな。彼らもまさか全方位無死角の監視塔に僕たちが地下1階から忍び込むとは思わないだろうね。ワクワクするよ。これって盲点奇襲って言えるよな。けどあの2つの塔へはどう行くつもり？もう道筋は決めたの？今のところ一番安全なのは女子寮の地下1階から医務室へ向かう方法だね。東南部の監視塔と医務室は扉1枚しか隔たりがないから、シャミールを連れて行けば鍵の心配はいらないよ。それに地図には東南部の監視塔外の区域しか記されていなかった。見たところ交通機関や住宅地がかなりあったから、私たちの逃亡にはぴったりだと思う。けどそんないいものどこで手に入れたの？オリティアウが空から投げ落としたんだ。こういうのは見つかる前にすぐ拾わないとな。僕のリングはこういうの得意だから。最近学院上空のオリティアウが増えている気がするよ。彼らが投げてくるものも多種多様で、この地図といい、財団の黒幕に関する記事やら生存の掟やら、ついには食料まで落としてきたことがあったの。気のせいかな。あのマヌス・ベンデッタって組織にずっと助けられているような気がする。もし本当にそうだったらいいな。ここから出られたら彼らにお礼を言いに行きましょう。うん、僕も実施時間における重要な知らせを持ってきたんだ。5日後財団の本部の者が学院に来るらしい。その期間中僕たちは厳重に見張られるだろう。だから実行はそいつらが帰ってから2日目がいいと思うんだ。僕の経験上その時の先生や警備員の警戒心はきっとマーガレットパンのようにふわふわだよ。もう何でも好き放題さ。うん、じゃあこれで決まりね。みんな、その間に食料やら衣類を準備して、7日後の逃走計画に備えておくように。じゃない。私この逃走計画には参加できない。あなたたちの目的がこれだとは知らなくて。私はね、自ら望んでこの最前線学校に来たの。かつて外の世界で学院のパレードの日に彼女を、いえ、なんでもないわ。とにかくこれ以上あなたたちといるわけにはいかないわ。どんなにここが私たちを制圧していようが、どんなに嫌なことがあろうが、離れたいと思ったことは一度もないの。私マチルダ・ブアニッシュはまだこの学院でトップに上り詰められたことはないわ。マチルダ、私たちは決して君に何かを強要したりしない。私たちは元から自由を望んでここに集ったのだから。君はかつて私たちと一緒に戦ってくれた。それだけで十分だよ。そうだ、今回の計画をメスメルに伝えておいてくれない？できるだけ仲間を置いていきたくないから。
ありがとう。必ず伝えておくわ。ベルティ助けて、ここに魔性がたくさんいるの。こいつら扉にくっついてるんだ。これじゃ開けられないよ。私に任せて。みんなどいて。私が新しく習ったアルカナムを披露する時が来たよね。大地に肌なしとは。プラン B。 これは森の勧告よ。ラットパーティー。計画ミス。私は振り向かう。ショーライフ。現代科学版は一味違う。怖いおちょこよ。ラップよーし。始まるよ。猟犬たち。さあ、ユーリリン。暗くジメジメ。唯一の明かりも消えるぞ。都合での回答だってタイミングを逃したら終わり。怖いお人だね、ボス。ショーライフ。現代科学版は一味違う。かなり順調。確かに。ここまでは。プランへ。チューチュー。これは森の勧告よ。ラジャー。プラン B。 楽勝楽勝。
ワッチャーチューチュー計画ミスラジャーいいタイミングだねあと5秒どんどんパラパラおごり高ぶれば必ずや災難を招く経験者からのアドバイスよ ここ数日お疲れ様、メスメルジュニア。ストームによる刺激を受けた患者のお世話は大変だったでしょ？その年でこんな経験をさせてしまって本当に申し訳ないわ。メスメル家とは随分長らく手を取り合ってきたの。だから跡取りであるあなたならストームの真相を知るだけの強さがあると信じているわあの人たち全員狂ってるあれでももともとは私たちと同じように正常だったのよ彼らを責めないであげて彼らはただ真相を受け入れる準備ができていなかっただけ誰もがあなたのように強いわけではないのよメスメルジュニアまだ大勢の患者があなたの治療を必要としているわ努力しますそうだわあなたのロッカーからこんなものが見つかったのわたしたちに保管を任せてくれないかしらおそらくあなたのお友達が立てた新しい計画が記されているものだと思うのベルティあどうか彼女たちを助けてください彼女たちはまだ知らないんです一体何が起きているのかをこれ以上彼女たちに危険を冒してほしくないもちろんよそれが私の役割でもあるのだから先に戻りなさい体に気をつけるのよもしかしたら数日後にはまたあなたの助けが必要な新しい患者が現れるのかもしれないのだから全てを教えてくれてありがとうございましたストームの時間が分かりました。ベンデッタの予測では今月27日の夜だそうです。ご覧、私の言った通りでしょ。ベンデッタの捕虜たちは恐怖などよりも愛や利益の方が効果的なのよ。前線偵察隊に感謝しなくてはねオリティアウの司令塔を見つけたばかりか
捕虜まで捕まえてくるなんて。これでベルティの方も簡単に片付けることができるわ。逃走計画は20日に実施ね。どうしてこの日にしたのかしら。ああ、なるほど。何かお気づきに。この計画に参加している全員の詳細はまだつかめていませんが、その日一日監視塔で張っていれば、この迷子の子羊たちを阻止することができましょう。いいえ。学院視察の時間を26日まで遅らせ、それまでは厳重態勢を取るよう要求。26日を過ぎたら監視塔の隊員を一人ずつ減らす。同時に女子寮から医務室に通じる防空門の材質を鉛化合物に変える。財団の負傷者を一部学院の医務室に移す。医務室付近は24時間体制で警備が必要になる。それはどういうことでしょう。それに鉛は扉の素材にはあまり適しておりません。まだわからないの？この地図はベンデッタが投げ込んだものよ。ならば彼らはきっと島南部の監視塔の外で出迎えているはずだわ。断固として財団が育て上げた学生たちを奪われるわけにはいかないの。あの子たちは私が計画した時間と道筋通りに離れるしかないのよ。離れる？あなたが計画した経路、26日の次の日。まさか。彼らの願いを叶えてあげましょう。自らストームの証人となることで。なぜですか？そんなことが許されるはずありません。あまりに残酷すぎます。あの子たちが学院の境界を乗り越えた時、もしもストームが訪れたら、ベルティ以外みんな遡ってしまうのですよ。まさかこれこそがあなたの計画なのですか。もう他に道はないわ。私たちの加護は彼らにとっては暴君による隠蔽でしかない。疑念の成長は誰にも止められないわ。それにベンデッタがすぐ近くで狙っているのよ。もしその流れゆく犠牲と引き換えにベルティに忠誠心が芽生えるのなら、犠牲にされるポーンに目を向ける必要はないのでは。彼女は唯一無二の人材よ。私は1999年からずっと彼女の成長に期待してきたわ。だからこそ裏切りの代償を心に深く刻み込む必要があるのよ。他に何か質問は？なければ行動に移っていいわよ。はい。ですが、私は断固として永遠にこの計画に賛同することはありません。あなたは政治を知らないからよ。そうですね。私はただの科学者ですから。
画変更。緊急事態よ、計画変更。基盤だ。縁が焦げてもろくなってる集合写真だ。これほど慎重に保存されていても、時間のせいで腐敗する運命からは逃げれない。写真に写ってる人の顔はよく見えない。みんな黒髪ということしかわからない。写真の上には小さな文字が一行。まるでブロックみたいな文字だ。とある東方の神秘的な言語かもしれない。お前さんにはさっぱりわからないだろう。記憶の中にこの人たちの痕跡などないんだから。会ったことないとお前さんはそう結論を出したんだ。二列目、右から三人目を除いては、彼女の顔は知ってるはずだ。お前さんの記憶にある姿より少し若い。二本のおさげは鶴のように頬の両側に垂れていて、黒縁のメガネの後ろにある瞳はまるで落ち着いた鹿のようだ。1900から1900、インペリアルカレッジロンドン留学生記念。四角い文字だ。金箔を押した痕跡がある。あるべき情報は揃った。つまりいいニュースだ。もう年号なんてどうでもいいんだ。東さ、太平洋西海岸にある広い土地からだ。彼女を乗せたフェリーはジブラルタル海峡とスエズ運河を通った。言葉に気をつけろ、この悪ガキ。これはただで聞けるようなベッドタイムストーリーじゃない。俺はお前さんの優しいじいさんじゃない。お前さんは彼女とは知り合いだが仲がいいとは言えないな。俺もだ。彼女と親しいやつは他にいる。今の彼女は髪を短くして白い百合の花についた雫になった。今にも額の下で落ちそうになってる。ここ厳密に言うと彼女にとって最初の目的地はここじゃない。このグレイの建物じゃないし、傘の下でもないし、額でもなかった。彼女は理論物理学の研究者だった。日も理論研究していたのさ。海を渡ったの、あの生命力のある土地に戻るためだった。だが計画は変化に追いつけなかった。あの百合の花は全て思惑通りに運ぶ力があるのさ。いい質問だ。彼女には欲望がないし望みもない。遠くの故郷は彼女の帰りを待っている。科学者が政治家になるものか。ときっぱり答えたいもんだが、お前さんも気づいてるんだろう。感づいてるんだろう。今猫は再び箱に閉じ込められた。事の発端を作った張本人は頑丈に蓋を閉じた。
俺たちは外で頭をかきながらフーリガンみたいにかけるしかない。明日か明後日に、はっはっ、元金ごとごっそり負けっちまうだろうな。ただし10時を過ぎて、はあ、練習通りにすれば大丈夫。私だけ？彼女は、うん、実践と理論の間には一定のズレが生じるものである。この年寄りに席を譲ってくれない？Moment, now night.大海原が枯れ果てた。また私一人を残した。知恵と力、より大切なのはどちらかな。数年経った今でも、あの日のことを思い出すと、まるでチェスで姿の見えない強敵と対戦していたような気がする。あの時の私は、チェスもリザインも、ましてや自分が通屈ワンクにいることなど、知りもしなかった。寮から医務室までの道はダメみたい。人が多すぎる。東南部の監視塔へ向かう道は諦めよう。もう一つ方法がある。寮から出て教室を抜ければ、直接図書室の地下防空トンネルに入れるの。ということは、西北部の監視塔に出ることに？ええ。防空トンネルに入りさえすれば、あとは簡単よ。一階の窓はちゃんと残した？うん、安心して、閉め切っていないわ。最悪、私なら図書室の扉を開けられるから、そこから入ることもできるしね。目下最大の難問は、寮から図書室までの道ね。教室を通らなくてはいけない上に、中央監視塔の管下にさらされるわけだから。
僕に任せて。中央監視塔の電線を断ち切ってくるよ。5分くらいは時間を作れると思う。けど巡回の警備に見つからないようにしないと。私があの人たちの気を引いててあげる。では今から別れて行動よ。中央監視塔の光が落ちたら出発よ。図書室の A12 の窓辺で落ち合いましょう。それからこの水晶の耳飾りはマチルダからの送別品よ。つけると一定の距離内であればお互いの声が聞こえるから。それじゃあみんな気をつけて。また後で。こちらリング、中央監視塔に接近中。付近に少数の警備員あり、安全。了解。油断は禁物。連絡を保つこと。ん？前のあの黒い影は。やべえ！パトロール隊だ！教室にいる人、パトロール隊を引きつけて。了解！そこで何をしてる？もうすぐ門限だろ。僕、少し胃もたれで。散歩をしに。すみません、すぐに戻ります。待て、学生証を見せなさい。 BA4 中央監視塔の明かりを5分間落としなさい。もしかしてブレーカーが。後期だわ、早く。警備員さん急に中央監視塔の明かりが消えて何かあったのかもしれません。早く来てください。どうなってるんだ。行くぞ。みんな今のうちに図書室へ。この時間に寮から出るのは少し難しいかもしれない。イサベル、万が一見つかった時のために衝突に備えて。BB さん、寮の管理人に送った花束が届いているはずだわ。その中に多量のプレゼントを詰め込んだの。頭を低くして見つからないように。お、管理室の中に人がいっぱいいるわ。私たちに気づくことなさそう。よし、行こう。君たち、あとどれくらいで着くんだ？僕はもう図書室の裏にいるよ。A12 の窓、まだ開いているかしら？他の当番の人に閉められていない？大丈夫だ。でも、A12 って小窓じゃないか！これじゃ女の子しか入れないよ。え？どうしよう。誰かに気づかれないように。一番目につかないのを選んだんだけど、やっちゃった。大丈夫、大丈夫。入ってこれたよ。 A11 の大窓も鍵がかかってないぞ。君たちも後でここから入ってきなよ。キャスリング、万が一に備えて後ろ側の窓一列には全て鍵をかけていないわ。視察が終わるときっと気を緩めるでしょうね。ベルティ、あなたはどうするかしら。このまま突き進む？それとも疑う？うん、今のところとても順調だね。みんな周りをしっかり警戒して、私たちもすぐ着くから。突然消灯した監視塔。カーテンで遮られた驚愕塔1階。盲目なパトロール隊。ずいぶん大掛かりなお食芝居だこと。なるほどね。道理でこんなにいいおっこをよこしたわけだ。この私に見て見ぬふりしろってか？おやおや、悪ガキたちの後ろになんかいるぞ。私、酔っ払ったのか？あの優等生じゃねえか。面白い。
地図によればもう図書室の領域から出ているよ。みんな頑張って。な、何この音。なんだか恐ろしいわ。僕たち今校庭の真下にいるんじゃないか。どこぞの先生が新しく開発した浮遊車を運転してるのかも。いいえ、これは雷の音よ。きっと外ではもうすぐ雨が降るんだと思う。なんだかあまりに順調すぎて少し不安になるよ。考えすぎだって。見ろよ、あの分かれ道を過ぎれば西北部の監視塔エリアに着くぜ。この先何が現れるか分かったもんじゃない。ここはひとまず。どうしたの？誰かが分かれ道のところに座って。やっと来たか。待ちくたびれたぜ。あなたはゼノミリタリーの空軍。ここで何を？私はただ職務を果たすためにお前たちを連れ戻す。まさか本気でこんな簡単に逃げられるなんて思ってないよな。彼女は実戦経験を持つ軍人よ。少し腕試ししてダメそうだったら私が彼女を引きつけるから、君たちはすぐに撤退して。今回の計画は一人でもこの学院から逃げ出せれば成功よ。へえ、全部聞こえちゃってるよ。そういうことなら全員まとめてお仕置きしないとな。一人も逃がさないためにも。ミス・リーリア、言動を慎んでください。あなたの職務は上空のオリティアを駆除し我が校を守ること。生徒に攻撃を仕掛けるなんて違反行為です。ソネット、どうしてここに？財団ってのは職責放棄をするのが好きなのか？そういうことならお手並み拝見といこうか。草木が生い茂る地へと参りましょう。進化学心霊相談所Be prepared。 戦場の統制はお任せを。楽勝楽勝。いいタイミングね。私は振り向かい、前進。怖いお人だね、ボス。ふわ、心配はしません。
これは森の勧告よ。あとは息を殺して待つだけ。サンキューリリー。貫きなさい。これは森の勧告よ。あなたを見つめているわ。ワッチャー。私は振り向かい、茨で編んだガウン、傷口を煮えとして捧げなさい。ありましょうか。石になる。もう平気よ。これでしばらくは動けないわ。ありがとう。さようなら。これからとても危険なことをするつもりなのね。うん。たとえ全てを失うことになっても、それでもいいの？もう覚悟は決めているから、絶対に後悔しないよ。
私たちは異なる未来を選んだの。けど未来に是か非かなんてないんだよ、ソネット。あなたと隣になれて嬉しかったわ、ベルティ。おい、聞こえるか？雨の音だ。きっと外で雨が降ってるんだ。このはしごを登って扉を開ければ監視塔の中に潜り込めるぞ。油断は禁物よ。ちょっと見せて。この鉄門を押し開けられる。し、喜ぶのはまだ早いわ。まだ外に出られていないのよ。一人ずつ静かにね。何にも触れないように気をつけて。警備員たちはおそらく全員2階にいるんだ。早くここを離れよう。緊張するなよ、ヴェルティ。今はまだ喜ぶ時じゃないよ。ここを出て本当の空気を胸いっぱいに吸い込んだ時、外でたんまり飲み食いをした時、おのおのが自分の国へ帰れた時、震えるほど幸せな生活が僕たちを待ってるんだ。うん。さあ一緒に扉を開けよう。自由が我らと共にありますように。行くぞ、ベルティ。早くおいで。万歳、自由万歳。ベルティ、タイムキーパーになりたいですか？チェックメイト。